はい、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。R です。シャドウタワーではないですね。ダークソウルです。よろしくお願いします。これなんだ？デーモンぶっ飛ばしたのか。デーモンぶっ飛ばした、で、今なんだから、このソウルを今から使えばいいんだ。で、筋力を上げて、お、すっげえ、2万も、2万の価値なかったでしょ、あいつに。やったぜ。レベル上げてもらおうぜ。筋力を上げてください。で、残りが5000ソウルか。なんかできるかな。まあ、他にもなんか大きなソウルとかあるけど、ちょっと怪しいんでね。なんか鍛えられるクラブは大きなかけらがないのでできない。となると、今、グレート、開けてるの肉立ち包丁なんでね。あ、グレートアクスが、いらぬグレートアクスですね。一つ売りましょう。かけらが1個あるんで、肉立ち包丁をちょっと強くしましょうか。で、ようやくこっちも大かけらが必要になってくるので、ありがとうね。で、今4000ソウル。4000ソウルってまだ中途半端ですね。1万いくかな？ちょっと使ってみようか。あ、3000。いい、いいね。お、ババア。ちょっと、用意してくれ、これを。で、これ800でしょ？で、これがこう。でさ、ちょっとさ、思ったというか、見つけたものが、ちょっと前に見つけたものがあるんですけど、これね、残り火がさ、あー、これ2000ソウルなんだ。あ、ダメですね。3個で2000ソウルかと思ったんですけどね、甘い考えでした。これで俺パワーアップできる？あと1000ソウルくらい、500ソウルくらい足りないんで、まずグレートアックスを売れ、あー、いやー、安い。次何？シミタ売るか。と、こんなもん、あ、ダークソードもいらないですね。あ、これで十分筋力を上げることはできるだろう。はい、筋力を上げてください。いやーね、ヘラヘラしてますけどね、あんまり余裕ないんすわ。もう行けるところが全て、現状ね、わからないだけかもしれないですけど、限られちゃっているので、なんか例えばこのロスリックの攻壁とか、この辺とかぐるぐる回っているといいんですかね。大きなさ、植物の敵にはね、ぐちゃぐちゃにされるし、だからっつってさ、どこだっけ、外縁でいいんだっけ、この辺行くとね、なんか監視者だっけ、あれにぶち殺されるんですけど、なんか戦い方とかなんかあるんですかね。やっぱ力でもってなんとかするしかないと思うんですけれども、まあ、でもまた困るのがさ、ここ行くために、あ、こっちじゃないね。まあ、まだまだマラソンする分にはね、余裕はあるんですけど、先にね、俺もこっち向かっておきましょう。どこだったかな、敵が、そう、潜んでいるとこに、いやー、いやー、力貯めてんすけどね、力貯めてもなおこんなもんだんですよね。弱いんだな、これが。あ、そうか、このゲームはしゃがみはできないんですよね。もうダークシリーズの人たちが、あ、追っ始まってますね。ダークさん強いんですけどね。まだまだ全然、だってマラソンできる感じですからね、ここで。あれ、ずるいよね。俺が多分走ってったらさ、俺は気づかれそうな感じなんだけどさ。一人いないな。死んだか。一人余裕を持って歩いてるだけか。結構あの闇系の人たち嫌なんですよね。扉開けてさ、できるなら、中入ってきてさ、一緒に戦ってほしいくらいですよ。本当に。まあ、どうやらそんなね、余裕は彼らにもないと思う。ん？
人走ってた。あー、なんかこうタイミングによっては、あ、戦ったり戦わなかったりするのか。で、俺の方来るのかよ。やめてよね。で、あ、もう終わっちゃったんだ。お、一人死んだか。死んだか、もしくは、あ、普通にいるじゃん。全然ダメですね。グルーの腐れ担当。お、これでも草びいし一個あるので、また何か鍛えることができそうですけどね。今更何鍛えるって話なんだよな。まあ、グレートソードのあたりを鍛えられればいいなと。全然減ってねえじゃん。まいったね、これ。このさ、発火も別に強いわけじゃないんでね。ボルトはいっぱいある？ 74 発ある。余裕ですね。はい。じゃあ頭狙いましょうか。はい。ビス。当たってなかった。ごめん。面白いね。あの赤いのは何なんですかね。闇の主攻。主攻な。強いんですけどね。あ、そうだ。今、装備重量が35。あれ ?35? あ、このせいか。30% 以上になると、ローリングの系統が変わってしまうみたいなので、とりあえず、フルスイングからの、ほらよっと。売れねえものばっかりよこしやがってよ。29.9% 以下だったら軽ローリングになるみたいですね。だからなんだって話なんですけどね。よいしょ。ひるんでくれるのが一番なんですけどね。なかなかひるんでもくれない。あ、バックしてもね、いい感じだしね。前に。あー、3回じゃやれないのか。やれないし、俺死んでんだけど。これは、何体？今までこういう人参じゃないや。人間系がたくさん出てくるやつってのは5体くらい。引っ叩いておくと、まあ余裕が出るというか、大丈夫だったりするんですけれども、まあ、まともにやってみましょうか。しばらく真面目に。ちょっとまあ逃げ回るなりなんなり。なんか戦い方がね、多分、あると思うし、もしかしたら武器がね、悪いのかもしれない。ちょっと肉立ち膨張系にしましょうか。19.2 なんで、もうちょっと、余裕もあるしね。また、こいつと戦って、ひるむと困るんですけどね。まあ、中入ってしまえば、よいしょ。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 ね、中入ってしまえば、どうにでもなるんで。俺のソウルどこにある？あ、死んだのか、俺。で、ここで逃げちゃえば、まあ、あとは、ダーク系の人たちが、ね、ほっとくと俺のね、ソウルにしてくれるんですけど、これ、中入っちゃうと、もう、俺のソウルはなかったことになかった。彼らはいないことになるのかな？よいしょ。ちょっと切ってみましょうか。昼みはするんだけど、なんか、ちょっと違う感じですよね。なると、やっぱりまともに戦うのがバカバカしいというか、戦ってはいけないような気がしますよね。ずっとその相打ちを、狙い続けるような戦い方の方がいいのかな。ちょっと全然ね、戦い方が見えない。相当強くなったはずなんですよ。ああ、こいつも逃げ気か。強くなったね。それでは249200300 327か。いや、強くなったね。まあ強化してるんでね、当然といえば
当然なんですが、これもね、抜けてしまおうと思えば多分抜けられるでしょう。走っていけば。危ない危ない。ほいジャンプ。落下ダメージない。うん。戦い方は、戦い方っていうか、やり方はどうにか、よいしょ、慣れそうですね。まあ、せっかく K ローリングっていうものを、ね、持ち合わせているので、それをうまく活用したいですよね。で、もう一人が生まれる新しい生命が、どこにいる？もう生まれてんのかな？まだ生まれてない？あー、生まれてきた。新しい生命、あー、生まれるの早いっすよね。あ、危ない。で、2体目の新しい生命は？まだ生まれてこないの？あ、誰か死んだな。外でやっぱ戦ってるやついますね。新しい生命が生まれてこないんだけど。ちょ待ってくれ。どうして俺を攻めるんだ。俺を攻め立てるのはやめてくれ。どういう仕組みでなんか戦い合ってるのかわかんねえな。例えば全員を同時にやっつけるみたいな感じにも見えるけど、まあまだわからないですよ。結局まだ3体、2体か。やられたのは2体なので、5体、10体くらいはちょっと相手してみないとわからないよね。多分また、ね、生まれて、ほら、また新たな生命が生まれているので、基本的にはね、相打ちをしているので、相打ちっていうか仲間割れじゃないけどさ、これがさ、普通に負けちゃうからな、俺。ああ。まだいける？あ、危ない危ない。これ、何をもって俺を狙ってくるのかわかんないんですよ。3人のうち1人が敵になるのかな。まあ、だとすると結構厳しいですけどね。たまたまなんだろうけどさ、弱えんだよな、なんか新しく出てきたやつが。ちょっと待って、やっぱ永久に戦ってるよね、これ。でさ、死んでいるのにもかかわらず、体力は減ってない。どういうことだ？本体はあいつだけなのか、もしかして。だから結局、俺がやらないといけないってこと？やっぱり。あー、チク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 、攻めてあげないといけないのかな？あ、危ない危ない。とりあえずすぐ飲んだ方がいいよね。で、本当にただこいつがさ、死ねばいいのかっていうのはまだ本当にわからないんで、正直勝手にやっててほしいんですよね。とりあえず来とこうか。あ、やったか。なんで？どうして？監視者も死ねないのか？困るな。もうエスト一杯しかないんだけど。また外でなんかやってほっぱじまってるな。こいつさ、ひるまねんだよな。ずいぶん広い攻撃してくるし、
さあ問題は入るとどうなるかなんだよね。ああまた最初からだ。いやなっちゃうな。正直ほんと逃げ切くらいしかさやれきれないよね。で1回さ2回やったらさすぐもうね元気になっちゃうもんね。やめてほしいな本当に。だほんと早く3人目をさ召喚してもらってさね追っ始めてほしいんですよね。でその間にこっち来んなよね。切る切る。ああ外から飛んできちゃった。厳しいな。もう今はねソウルが欲しくて戦うってことはないので。ああ一撃が通らないか。ああどうしようかな。どうしようかな。一応ヒルムはヒルムみたいなんだけどね。これの後にまあ一応入るは入るんだけど、その後俺がやられちゃうんだよな。やっぱ隙がでかいから肉切りさんの方がいいのかな。まずハトギをする。危ない危ない。送られたかった。で避けて、あーキックしちゃった。あーでも175か。まあ2撃ね入れられるんだったらそれの方がいいですけどね。1撃2撃みたいなね。まあ一応届くからいいか。で1撃2撃でその後これがとにかく飛んでくるんで、本当にこいつ相打ちしてほしいんだよな。そうね。まあウォークライン、あやってくれやってくれさっさと。で俺はこっちに向かって戦わないといけないからね。その間に1、ああとりあえずよしよしよしいいぞいいぞいいぞやってくれ。俺も切るわ。 OK。 ああ当たらない。やったか。よし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 。これは楽だったね。ですぐ飛ばして問題の赤い人、アーカイストどうしようかな。ハトギは間に合わないね。余計それ避けられない。はい2撃目3撃目来ない。一応ひるむけどね。あーきついね。あーパワーウェーブかっこいいね。それ避けたいし火柱飛んでくるんですか。余裕ねえな。一応ウォークライだったらこのタイミングでいけるんですよね。2回使っちゃった。ああこれで半分いけるもんね。無駄なダメージがした。ああでもダメか。あの1回振り出すと敵が余裕のねアーマーついてるんでそのひるませない。ああこのゲームね蹴りが強いらしいんですよね。蹴りでこう体勢を崩すっていうのが結構大事なポイントらしいんですけれども、まあ、果たしてそれがまたボスに効くのかどうかですよね。一応人型の敵ではあるんで効く可能性はねありますけど。弾薬、ここでな、まあ、攻撃力とかものすごい上がるものとかあってもいいんですけど、どうしてもねこう使って倒せなかった時ちょっと悲しいですよね。まあ、どうせ使い道ないというか使わないんでいいんですけど、せめてねやっぱ使うんだったら。はい、おっす、よいしょ。じゃあ逃げ目まではひるんでくれるんで、あ逃げ目まではいける、いけるね。ここからね次どうするかっていう感じなんですよ。多分1人目、あまたまた俺を狙ってるよ。
やめろよな、俺を狙うの。強いんだから。それじゃない。それも違う。俺が狙ってほしい。どれだ？いつかな？ウォークやしよっか。お前か？もう一回。よしよしよし。なんか渡すもんさ、渡してほしいっすよね。本当に。よしよしよし、ウォークライ。続いてますね。で、あー、逃げ決め。あと、ひるむやつね、これ。あー。外出てるっていうか、離れるとちょっともうどうしようもないな。離れてるとダメだ。だからといって近づいてても俺もうスタミナが残ってないんで殴られるのは間違いなくて。現状何かアイテムはな、ナイフじゃしょうがねえしな。炎強化してて、いや、だって一撃とかじゃねえもんな。ああ、炎カット率を高める。これ炎に強くなるのかな？それすらもちょっとわかんないからな。発見というか2戦目入って、で、ウォークライが続いている状態なので、まあ、そこで続いている状態というか、まあ敵倒した後にもう一度ウォークライかけて、やっていくっていうのが現状一番いいか。あの敵がなんか戦闘態勢に入る前に俺がまず一撃二撃を叩き込むで後ろ回り込んでとかじゃないと無理かな。致命の一撃が入るかどうかもちょっと分かんないしな。背中取ったからっつって走ってくの早いな。あぶ、あー食らってる。間が悪すぎる。後ろから殴ってくのきついな。あーでこの余計が入らねえんだ。どうしようもねえな。あー一応入るのか。あー2撃目が入らない。2撃目じゃない、3撃目が。スタミナが足りない。スタミナも足りない。筋力は足りない。生命力も足りない。何にも足りねえじゃん。1回、2回、3回、3発目がね、もうすでにその、動きに入ってくると、もうダメなんですよね。まあ、たかだか、はい。1回、2回、やったか？一応、ウォークライは続いてるから大丈夫だけど、俺の体力もうなくね？飲んどかないとまずいよね。で、ウォークライ切れてるし、あー逃げ切るが入る。あ入らない。前にまあそれつながってんだ。あーこれも入る。でそれは火柱は飛んでくる。でイメージと飲んでる暇がない。あー逃げ切るが来るんだね。そこからで燃える。いやー全然攻撃の間がないね。困った。いやー勝てないですね。1時間くらいやって、戦い方はねようやくちょっと分かってきたんですけど、結構もう監視者さんのね割と気分次第で最初が突破できるかは決まっちゃいますね。ね、何もなければこれで押しってやってすぐ行けるんですけど、うまくいかないともう無理ですね。はい。で問題です。問題はこいつは、まあ、右回りか左回りとかでうろちょろしながら一撃の機会を疑うしかない。伺うしかないですからね。こういう時に ね一撃ってやってやってくるしかないかなと思っています。これも結構早いんですよね。当たればまあいつでもいいんで、
こういうとこでね、前行って、こうやって、こうやってやってもいいんですけど、いかんせ、ひるまねえんだよな、こいつ。でね、伸びる、すっごい伸びるしね、飛距離も。あー、まあ、これをやってくるってことは、左回りの方が良さそうですかね。さあ、ここからですね。ここからなんですが、どうやっていこうかな。スタミナはね、結構、ダメージを負わなければどうにでもなるんで。あとは、ね、監視者さんの、割と本当気分次第ですからね。1回、ああ、2回、ああ、2撃目がまあ当たればいいかっていう。炎ダメージはね、そんなに高くないんで。で、あとはかっこいいね、飛び切りとかしてくれれば。これ結構危ないんですけどね。これなー、これかっこいいんですよね。あとはね、ひるむというか、ひるまずにね、攻撃してこられると、まあ、ゲームが終わりますね、本当に。右、反時計回りはね、すごく嫌。これは、うん、そうそう、左にね、引かないといけないんで、ちょっと俺の反射神経ではもう無理なんですよね。うん。あ、逃げちゃった。まあ、ここまではいいんですけどね。ここからなんですよね。そう、これだったら避けられるんですけど、ロックが外れるのは怖いな。そう。突進にもさ、2パターンあって、まあ、火柱をすぐ出すタイプと、出さないタイプとあって、すぐ出すタイプだったら、奥にね、避けていってもいいんですけど、出さないタイプだと、後から火柱攻撃が食らってしまうんで、それも嫌だし、攻撃のね、タイミングがなかなか見つからないというか、ね、もらえないんで、もしかしたらね、俺が使ってないパリとかやっちゃえば、火柱が出る前、もしくは出た後でも、ね、致命の攻撃中はさ、無敵だけどさ、致命の攻撃をする前の攻撃するタイミングは無敵じゃないんで、ダメージ負いそうな感じはするんですけど、まあ、火柱がもしかしたら立たないっていう可能性はありますよね。でさ、ウォークライがあんまり、てか戦技がさ、あんまりいいと思わないんですよ。気のせいですかね。一応ね、戦い方としてはあんまりここで密着しない方がいいんですよね。離れたところからこうビスビスってやっていかないと、そのこれらの攻撃にね、当たっちゃうんですよね。それがね、またとっても気に入らないっていうかさ、何のためにさ、俺力一辺倒でやってればよく分かんなくなっちゃうんですよね。とりあえずエストだけ飲んで、まさかまあ、別におかしいことじゃないんですけど、ひるまないっていうのがね、すごく嫌なんですよね。ひるませないために一生懸命攻撃力めちゃくちゃ上げてんのに、全然ひるまないんで、敵が。もうこれでひるまないとかになってくるとね、これ、やる気なくなっちゃうんですよね。相当厳しいですよ、やってて。この密着だとね、すごく怖いんですよね。ね、これも火柱立ってるでしょ。これは火柱立たないのか。まああと一撃か、一撃なんで無理やり入れてもいいですけど、当たらない。危ねえ。
ちょっと待って、やれてねえんだけど。マジか。